モノローグ。皆さんこんにちは、クリエイターののりしろ太郎です。私は工作や粘土、アニメーション、映像制作など創作をテーマに動画投稿してきました。もっと私らしく心を軽くして動画投稿したいと考えるようになりました。そこで始めたシリーズモノローグ。内面から生まれる言葉や思い、私の収集品、たわいもない日常を私の独り言でつらつらと語らせていただきます。いわゆるビデオのブログ、 Vlog のようなものですね。とあるクリエイターの心の内を少し覗いていただけたら幸いです。私が愛する仕事道具、カメラを使って何気ない日常の美を切り取っていきます。今回第2回となるモノローグでは、私の愛着のある仕事道具、ルノーカングーについて語らせていただきます。ラジオのような感覚で肩肘張らず、何かをしながらで結構です。お気軽にご視聴ください。はじめに今回主に撮影で使用したカメラとレンズをご紹介させていただきます。朝型人間の私、本日も私の毎朝のルーティン通り4時スタート、1日の始まりです。撮影をした日の金沢は雨でした。小雨が降る中、私の愛車を撮影していきます。愛着のある仕事道具、どこか愛嬌のある動物っぽさを感じるフロントフェイスですね。私が車に求めるものは道具らしさです。洗練されたデザインや高級感は私には必要ありません。エンジンの鼓動を聞き、ハンドルに伝わる振動を感じながら運転がしたい。マニュアルトランスミッションが道具感を増す。ギアチェンジの操作はマニュアルが好みです。自分で車を操っている感覚が好きです。これはカメラも同様なのですが、自分自身で設定することが私は好みのようです。クラッチを踏んでギアを変えて、ちょっとぐらい忙しいくらいの方がちょうどいいです。マニュアル車の運転は楽しいですよ。インパネは地味でいい。アナログで機械的なデザインが好ましい。昭和の頃のソアラの近未来チックなデジタルメーターのグラフィカルさは好物ですけど、あれは別格ですね。めちゃめちゃかっこいいです。空調、エアコンの操作はダイヤルが良くてこの車を選んだくらい。オートエアコンは私には不必要です。設定温度ではなく自分の体感で快適な温度を決めたい。荷室の広さは申し分なし。ルノーの本国フランスでは、フランスの郵政公社ラ・ポストではカングーが郵便車として採用されています。日本の郵便車は赤色ですが、フランスのラ・ポストの車は黄色が目印。フランスで郵便局や商用車として活躍しているカングー、そりゃ荷室も広くて荷物が積めます。仕事道具といえばカメラもそうですが、車もそう。営業車として移動手段として使ったり、時には印刷物や材料、道具、カメラの機材などたくさん詰め込んだりと、とても便利で重宝しています。もちろん荷物がないときはゆったりと5人乗車ができる空間があります。観音開きのバックドア、当然ながらガラスは分割されています。ホイールは鉄が好みです。黒い樹脂製のドアグリップハンドルも大好きなポイント。華やかさも色気もみじんも感じません。この車はバンパーやサイドモールもふんだんに無塗装の黒い樹脂が採用されています。この辺りも鈍感が出ていて好感が持てるポイントです。
RENAULT と書いてルノーと読む。レナウトじゃないんですね。私はこのチープな質感だけど2代目カングーを愛しています。カングーは高級感こそありませんが車内は快適そのもの。仕事道具としても非常に便利です。可能な限り長く乗り続けたいと思います。私の愛着のある仕事道具ルノーカングーについてつらつらと語らせていただきました。大好きな車を撮影すると楽しいですね。皆さんも写真や動画撮影をもっと気軽に楽しんでくださいね。これからもモノローグでは気軽に動画投稿させていただきます。この動画が気に入った方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。皆さんの応援が動画制作の励みになります。また私の独り言でも聞いてやってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら、のりしろ太郎でした。